皆さんこんにちは、今日も暑い日が今日も暑いですが、今年は本当世界中で、暑い日を更新したということで、グテーレス国連、事務局長が沸騰化と地球沸騰化という言葉を、発しました。この地球沸騰化にどう応えていくか、私たちの国この日本は、一番その排出をしている国でもあるんですけれども、まだこの石炭火力に頼りきりだったり、また原発をまた動かしたり、そういうことで、この、地球温暖化また、気候危機に対して、まだまだ、方策がしっかりされていない国であります。この気候危機をどうやって救うか、まず石炭火力に頼りきりの電力を止めなくてはいけません。そして原発に頼って果たして、この気候危機を脱せるのかというと、原発っていうのは作るのに40年も50年もかかるわけですから、この今すぐにでも止めなければいけないこの地球温暖化、気候危機に対して対応できないということが言われております。やはり今のこの政府の、GX と名付けてグリーンと名付けておきながら原発に回帰するということではなくて、やはりこの、火力電力からまさに再生可能エネルギーにシフトしていかなければいけません。ドイツという国はもう原発を使っていません。そして今再エネ、30%、40%、そのぐらい増やしています。それに対して日本はまだ 15% しか再エネが普及していません。やはりこれは政治の問題なんです。しっかりと政治が、しっかりとこの地球温暖化また気候危機をしっかりと認識をし、私たちの国でやらなければいけないこと、火力発電をどんどんやはりやめていかなきゃいけない、そして再エネをどんどん増やしていかなければいけない、これをしっかりと進めていく、これを私たちは鶴岡市議会でもしっかり訴えていきますし、国に対してもしっかり働きかけをしていきたいと思っております。今日は世界的な、この、今度 SDGs サミットというのが行われます。その前に、日本の、フライデーフォーフューチャー、それから、気候危機、自治体議員の会が呼びかけまして、全国アクションということで今日私たちもここに立たせていただいております。ぜひ、皆さんこの気候沸騰化になっちゃってる、この世界というものを感じていただくとともに、私たちの国が進むべき道はやはり再エネの道をきちっと切り開いていかなきゃいけないんだということを、認識を新たにしていただきたいと思います。ただ鶴岡で再エネを進めていく、その中ではやはりこの風力発電とやはり太陽光どう進めていくかなんですけれども、風力の問題も建てる場所を間違えると、再エネを普及したけれども鳥がいなくなったり、風車の騒音で、もう本当人が住めなくなったりということがあってはいけません。なので建てる場所をきちっと考えていく、これからの方策としては、22キロ沖の浮体式の洋上風力が省内でも道なのではないかと私たちは考えております。それから、まだまだ屋根の上にソーラーパネルが、ここのタクトの上だってソーラーパネルを上げりゃいいじゃんという話もありますけれども、この役所の上にもまだ太陽光パネルはほとんど上がっていませんし、屋根の上に太陽光パネルをつけていく、また今太陽光パネルは、窓ガラスを太陽光パネルにしていくという、方策がもうドイツスウェーデンでは、新しいビルディングでは当たり前のようになっています。そういう技術開発も含めてですね、風車と太陽光を、どれだけ増やしていくのか、それから再エネを普及させるとともに、それが地域の経済に役に立つ、そういうやり方をしていかなければいけません。いつまでたっても、東京の企業が儲けるだけの再エネのあり方ではなくて、やはりこの地域がきちっと参画をして、地域の経済を動かしていく、そういう再エネの道を進めていかなければいけないと思います。ぜひこの地球沸騰化まだ来ちゃっている、この世界というものを感じていただき、再エネの普及にも皆さんぜひ、いろんな形でご協力いただければと思っております。これからもしっかりとこの再エネの普及、そしていかに、この気候危機のためにもこの CO2 削減をしていくか、
火力電力から再エネの普及に努めていくか、しっかりと行動していきたいと思っております。はい、いいです、何枚か、じゃあ、すいません、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、すいません。